はい、こんばんは、こんにちは。Xbox 360、レッドデッドリデンプション、シャープ31、続きね、やっていきたいと思います。で、今ね、前回死んじゃって、マクファーレン牧場から再開してたんですけど、おかしなやつのクエストのね、前回失敗したやつをコンプリートして終わらせました。どうやらここのね、バイクズベイクン、ベイスンか。そこの、まあ、悪党を一掃しろみたいなね。そんな感じのクエストでした。で、今回始める前にですね、サイレントステッド、場所調べてきました。そしたら、どうも、この辺、ラスケラフォークの南側のどっかっていうことが分かりました。そんな感じで、ラスケラフォークに向けて長い旅ですけど行きたいと思います。よろしくお願いします。で、ここをね、今制覇して、オースティンパワーっていうね、実績が解除されました。落ちると死ぬからね。ゆっくりと行かなきゃね。あとね、ボケっとね、いると、結構なんですか、コヨーテだとかね、クマさんとか出てくるんでね、もうなんか一発で死んじゃうみたいな。コヨーテ系のやつはね、ギリギリ歩いてたら後ろから押されて谷底に落ちて死亡みたいな、そんなこともありました。こっちか。怖いんだよな。ということで、ここ降りれるってことか。イージーイージー。あ、ここね。いやいや、ちょっと怖かったね。よし、行こう。レッツゴー。で、案外ね、ソード風ショットガン、結構いい感じでした。2連打で撃つみたいなね、いい感じでしたよ。一番使いやすい、フォールアウト3では、まあ、かっこいいけど、弱いんですよね。まあ、ショットガンだから近場の敵撃つにはいいんですけどね。いやー、雰囲気いいね。走ってるだけで楽しいからね、このゲームも。フォールアウト3は探索してるだけで楽しいんですけど、これもそんな感じですね。あ、エルマゼロー、せっかくなんでガンスミス、ここでちょっと武器もしかしたら入荷してるかもしれない。ヘロー。なんもねえな。なんかスナイパーライフルの弾とかあったんで、いずれスナイパーライフル入手する時があるんだろうね。じゃあな。よし、行きましょう。そろそろなんか事件が起こるそうな気がしないでもないね。ウィエー。あと、ウサギ一匹かな。ウサギ一匹で、なんか達成するんで。でも本当ね、
ドラクエの小さなメダル集めるじゃないけど、これだと、レッドデッドリデンプションだとお花積んで、まあ知識を深めたり、野良モンスター買ったりとかね。お、アルマジロだった今。コヨーテか。馬乗ってるといいんだけどね、歩いてると急に噛まれたりするんで怖いです。うん、いいね。あ、牧場か。ここがお金払ってちょっとね休めるってとこですね。まあ今はいいんで、またね。スーパーとなんかメインストーリー進めないでサブクエストばっかりやってますね。だがそれがいいみたいな、そういうのがなんか楽しいんですよね。あ、ギャップストゥースリッチまで来たか。だからもしかしたらこの辺か。ここの辺なんか洞窟もあったよね。まあそんな感じで、目的地この辺にちょっと設定してみますか。設定しないで行ってみましょう。あれやばいんだ。こんな夜更けに。あれ、男ども隠れてないか。ゆっくりと。ちょっと驚かして。やっぱそうでしょう。あ、逃げたね。お前もう持っていくわ。本当にこれ何人の Shut the fuck up。 Let's go, shall we? Shall we? まあサイレントステート探そうか。この辺よしか。別にこの女殺してもいいんだけどね。めちゃ苦しそう。怪しいな。めっちゃ痩せてんなこの馬。ここではない。ここかもしかして。リチウッド農場、ここじゃないとしたら、まあ素直に、まあ南に進んでみるか。
ラスケラ4からね。はいはーい、到着。よし、よいしょ。この馬が、あいしょっと。ちょっと部屋に置いてくるわ。ヘロー。ああ、返しちゃった。エンド、オープン。返しちゃった。よし。おい、邪魔ね。行きまーす。サイレントセット探さないとね。よいしょ。まだこの馬慣れてないからスタミナがね、あれなんだよね。よし、探そう。こっから南です。こっから南のどっかって言ってたんで。小屋って言ってたんで。探そう。朝の方がいいのかな？小屋ってなあ。小屋らしきものを探さないといけないんだよね。見渡してるようなところで。ないなあ。あの上とか怪しいな。どっから登っていくんだろう。ここか。よいしょ。ここ行けるかな。よし、行けた。よいしょ。まだ上あるね。月が綺麗だね。小屋らしきもないしな。やばい、危ない危ない。なんか死体みたいのあると。よいしょ。何これ、引いちゃった、馬で引いちゃったってやつ。簡単だったね。アルマジロー。ここ行っちゃうとベネディクト行っちゃうしな。じゃあ、じゃ馬ならし、ここじゃないしな。ここレースしたとこだしね。まあ、ベネディクトポイントの南側行ってみようか。この辺も怪しい。OK。じゃあそこに行ってみましょう。いやー、ラインが違うよ。あれ、なんかこやあるね。ちょっとずついけちゃうか。おっしゃ、いけ、降りろ。めっちゃ嫌がってる。
ほど。よっしゃ、行きましょう。サイレントステッドな、やばい、華麗に落ちたね、静かに落ちたね。またサイレントステッドって言ったらサイレントステッドって書かれてるからね、あの画面に表示されるんでわかるかと思うんだけど、ここはベネディクトポイントだもんね。でもサイレントステッドはラスケラフォークの南側って言ったからな。まあルート外れてるけど、ソロモンズフォロフォリーなんだ。なんだ？静かなとこだな。トイレ。わかんねえぞー。ちゃんと場所調べときゃよかったね。やばい、コヨーテ。いやー、びっくりした。で、ここがさっきの目的地のとこだったね。ふう、南側、ここまで来ないだろう。ベネディクトポイントのより南って、だったらベネディクトポイントより南とか言うもんね。言わないってことはやっぱ北側。うん、とりあえず、なになに、こっちが行ってみよう。あ、これ気になるな。レース場だったかな。やっと道になった。標識とか見れば書いてあったりするんじゃない？あれ何？なんだろう。なになにこれ。なんかバトルのとこね。しかしながら小屋って言ってたんで、サイレントステッドの小屋とか言ってたんで、きっとなんだここ。小屋があるんだよね。町じゃなくて小屋だけっぽいもんね。
おいおいおい、やばいやばい、めっちゃ狼いるぞ。さすが距離あるとダメだな。めっちゃ逃げ足だけ早いな。なんだ、小屋らしきもの。あった、発見しました、サイネードステッド。ここがサイネードステッドか。わかんねえよ、南じゃねえじゃんよみたいな。まあ南にあるけどさみたいな。よし、ハロー、これだね、この箱だね。じゃらーん、おっしゃー、トレジャーハンターの服、コスチューム情報を更新した。これで着替えれますね。Sir, I beg of you. My wife has been abducted and we must rescue her. びっくりしたな。ちょっとついてってみようか。まあ一応セーブは終わってるからね。あれ違う。あらまあ、おーしょ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 、あららららら、急すぎんぞみたいなね。何が何だかわからぬまま。結構さ、この木に首ハンギングされてっていうのが結構たまにあるからね。無理だっつうのみたいなね。じゃあそんな感じで目的ね達成できたんで、早速ねマップ家帰りましょう。よーし、まあサイレントステッドの場所も分かったし、もう来ることないだろうけどね。空がすっごい色。早速ねトレジャーハンターの服着てみようか。見えてきたね。さっきの女生きてるかな。もしかしたらなんか逃げちゃってるとかさ。早馬だ。ラスキュラーフォーク。なんでバツマークになってんの。よし。よし、到着。よし、お疲れな。なんか行きと馬が変わってる気がしないでもないけどね。なんかあった？何もなく。お、4ドルか。あ、女いねえな。
よし、とりあえずボックス開けて、でコースチューム変更、ダンダンダンと。オッケー。トレジャーハンターの一員になりすませる。ちょっとかっこ悪いね。やっぱり、なりすますことが必要な時があるのかな？まあ、そんな感じで、今回はね、まあ、トレジャーハンターのコスチュームも入手できたし、残すは、ボラドギャングとかその辺だっけ？そうだね、マクファーレン牧場の、と、ボラドギャングの賞金首受け取り。未発見、未発見。これは？ああ、これもあったね、かっこいいね。はい、じゃあそんな感じで今回はここで終わりにします。お疲れ様でした。ありがとうございました。次回こそね、そろそろこれやろうか。はい、お疲れ様でした。